知っておきたい、尿道もとさの症状と治療について。男性の先天性欠損症である尿道下劣派、尿道の開口部が陰形の先端にない状態です。尿道開口部の異常は、陰形の先端のすぐ下から陰脳まで、どこにでも存在する可能性があります。一般的に、 この先天性異常は妊娠8週から14週の間に発生します。尿道も土佐の種類。尿道も土佐にはその程度が異なる様々なタイプがあり、他の人よりも欠損が深刻な人がいます。尿道も土佐の種類は、尿道の開口部がある場所によって異なります。遠い型、開口部が陰形の中央より先にあります。 近い型、陰形の根元に近い場所にあります。陰形陰脳型、開口部は陰形と陰脳の結合領域にあります。治療せずに放置すると、排尿の困難や、セックスなどの問題が発生する可能性があります。原因と危険因子。尿道元差の原因は通常不明ですが、ほとんどの場合は、 遺伝子と環境要因の組み合わせが原因であると考えられています。これらの要因のいくつかは、母親が過ごしている環境要素、母親の食生活、そして母親が妊娠中に服用した特定の薬などです。さらに、尿道も土のリスクは次のような面に関連しています。家族の病歴遺伝 特定の遺伝的変異は、男性生殖器の形成を刺激するホルモンを変化させる役割を果たす可能性があります。母親の年齢、一部の研究では、35歳以上の母親から生まれた赤ちゃんは、尿道も土砂のリスクが高い可能性があることを示唆しています。症状。ほとんどの場合、開口部は陰形の気筒内にあります。 頻度は低いですが、陰茎の中央または脇部の場合もあります。尿道も土の症状には次のものがあります。テニスの先端より外側にある尿道の開口部。テニスの下向きの湾曲。方皮で覆われているのは上半分だけなので、陰茎は皮をかずっているように見える。肺尿の異常。通常、 尿道も土砂のある赤ちゃんのほとんどは、出生直後に診断されます。ただし、開口部のずれがわずかな場合は、診断が難しくなることがあります。尿道も土砂の治療。尿道も土砂の治療は、血損の種類によって異なります。ほとんどの場合、患者は血損を修正するための手術が必要です。 一般的にこの手術は、生後3ヶ月から3歳までの間に行われますが、医師は段階的に手術を行う方法を選択することもあります。次のような様々な外科的修復方法があります。開口部を適切な場所に配置します。テニスの湾曲を修正します。尿道口周囲の皮膚を修復します。 一種が修復のためにつつ川を必要とする場合があるため、新生児に活例を行うのが一般的に行われている国であっても、専門家は尿道もと差のある赤ちゃんの活例を推奨していません。手術は通常、外来で行われ、子供が病院で一晩を過ごす必要は滅多にありません。この問題が、立って排尿する能力、正規能を、 または精液の蓄積に影響を与えない場合は、手術の必要はありません。手順。外科医は、他の領域の方比または組織の一部を使用して、尿道を長くするためのチューブを作成し、尿道が陰形の先端につながるようにします。手術中、医師は尿道にプローブを配置し、尿道が新しい形状を維持するようにします。 通常、医師は2週間後にこのプローブを取り外します。問題が修復されない場合、次のような問題が発生する可能性があります。尿の流れのコントロールと、まっすぐに向けることが困難。勃起時に陰形が曲がる。受精率の低下。テニスの見た目が原因の個人的な問題。 ほとんどの場合、テニスが正常に機能するため、手術後の予後は良好です。また同様に、手術によって外観も改善されます。手術後は、悲尿機械が経過観察を行う診察の継続をお勧めします。子供が思春期に達したら、すべてが問題なく順調であることを確認するために、受診することをお勧めします。